はい、皆さんこんにちは。三遊亭キュートです。ミュージカル夢から覚めた夢2023年、こちらのね、あの共演者をですね紹介していきたいなーとこうちょっと思ってですね、まずこちらの方です。はいはい、メソ役の岡志門さんですね。24歳なんですね。うん、でね、まあ、駅からね、この稽古場行く途中会うこともあるし、またあの着替えるね、更衣室でね、ちょこちょこと話すことあるんですけどもね、まあいろいろ話してたらね、キュートさん、僕落語好きなんですよ。ああそうですかつって、で好きでって言う人多いんですよね。で大体まあ昔の新章が好きだとか、なんかね、実際こう見たことはね、生で見たことはないけども落語が好きだって、そういう方いっぱいいるんですよ世の中にはね。ところがいろいろ話聞いてみたら、お父さんがもう大好きで、寄席にもこう行ってたんです。行ってるね。で、好きな落語が誰ですかって言ったら、京太郎師匠です。お、京太郎師匠が出るなんてなんすか。これは本当ね、よく見に行ってるっていうことね、驚いちゃいましたね。ね、またこの間言われたんですよ。お父さんが本当落語好きで、ミュージカル、なかなか落語とミュージカル両方好きな人ってなかなかいないんすよ。でも落語が好きで、エビータを見たことが、エビータ、これミュージカルのエビータじゃないですよ。私、話がなった時、春風亭エビータって名前だったんですよ。本当に。ね。ね、エビータを見たことがあるってお父さんが。え？ということはですよ。私も話がなって26年になるんですか？ 26 年目なんですけど、その最初の3年だけですよ、エビータは。はい。私はいろいろあって。ね、いろいろあって、この春風亭小朝師匠から三遊亭圓朝門下に移ったわけです。でこの辺の下りはですね、私の著書に載ってますから、はい、いじめられてしんどい君へ、ね、プレジデント社、この辺出てると思いますけど、ね、こちらをぜひね、ご購入していただいて、読んでいただければ嬉しいということでございますけどね。エビータ時代寄席で見たらしいんだよ。寄席かわかんないけど、どっかでね。で、その時なんかこう、楽しい人だな、なんか、四季出身だとか、なんか僕言ってましたから、言って歌ったりなんとしてましたから、講座でね。それを見て覚えてて、エビータっていう名前を覚えてて。で、この今は三遊亭キュートでしょ？ちょうど僕が同じっていうのが繋がって、お父さんドカンドカンと感動してるというね。いや、驚きましたね。ね、なんかちょっとね、縁感じるじゃないですか。お父さん、年齢いくつって来たら、60ですって、俺と同じじゃねえかよって。なんかすごいね。これね、岡さんのね、プロフィール見たらね、驚きましたね。芸大のですね、声楽家ですよ。芸大出られてる。はぁ、そうだな。いや、結構ね、声が出る、ね、ちょっとセル聞いただけで分かるんですよ。もうセルの声でね、この人歌えるか歌えないけど分かるんですよ。本当に、いや、この子声出るだろうなーってね、そういうセルだったから、セルの声だったから、やっぱりこう響くしね、ピャーと出るからね。これ皆さん、メソのナンバーがね来たら、皆さんこう楽しみにしててくださいよ。カーカーって歌ってないかね。ね、シモンさんってね、これは芸名なのかな、今聞いとこう。ねえ、いや驚いたの、東京芸大か。あ、確か真子役の、日和ちゃんも芸大なんですよ。驚きましたね。芸大がいっぱいいるな。で結構ね、ミュージカルで活躍してるんですよ。今年はね、なんと、去年の暮れ、去年3ヶ月暮れ、まあ、10月か12月までジャージーボーイズね、全国ツアーやって、今年の3月から4月はジキルハイドね、マルちゃん、石丸幹事が出てるね、それから7月にはミュージカルファントムですね、こちらにも出てるしね、結構活躍してるね。ねえ、まあ
若いしね。すげえな。すっげえな。という感じでね、岡さんです。メイソン、楽しみにしててください。かーっていう感じで。ね、もう落語とミュージカル好きなんで、お父さんぜひ僕のミュージカル落語来てちょうだいよ。ね。ねえ、両方楽しめんだよ、本当に僕のミュージカル落語は。はい。僕の方もよろしく。はい。岡さんでしたー。